はい、今回はですね、ネットショッピング動画についてちょっと解説していきたいと思います。まあ最近だと、ネットショッピング動画、いろんなですね、まあ情報とかが行き来してるんですけども、まあよくあるテレビショッピング、まあそういったもんだというふうに考えていただけるとわかりやすいと思います。まずネット動画がですね、どういったことで優れているのかというところをちょっと解説していきたいと思います。まずですね、一つ目は、例えば複雑な動きのあるもの、まあ、何かを組み立てたりとかですね、そういったものを説明するのに、非常に便利なこと。シズル感のあるようなものとかですね、あとスイッチを押すと動くアクションがあるもの。まあそういったものも向いています。またですね、大きさを比較するもの、どのくらいの大きさなのかなっていうものも、動画などで捉えると非常に便利かなというふうに思います。次にですね、環境について説明したいと思います。まずですね、出演者となる方。これはですね、お店をやられている方が直接自分でやられても構いませんし、ナレーションの方、もしくは出演者の方を、別途こう雇い入れて解説にやってるということも可能です。まあカメラなんかはですね、そんなに高級なもんでなくても全然問題ないと思います。また撮影する場所なんかはですね、オフィスの会議室だとか、もしくはご自宅っていうのも可能です。例えばですね、もう少しバラエティ豊かに演出を加えたい場合には、バーチャルセットみたいな、クロマキー構成なんかも、とてもドラマティックな演出をできると思います。最後にですね、ネット動画であると便利な、アイテムをちょっと紹介したいと思います。お手頃な価格で買えるですね、便利なアイテムとしては、回転台、回転電動運台だとかですね、あと接写リングとかですね、そういったものを使って、ドラマティックに演出することも可能です。また、こうしたネットショッピング動画をですね、撮影の仕方を解説するワークショップの方も開催予定ですので、ぜひこちらの方をご覧いただければと思います。顔がのっぴりせずに、綺麗にこう。